はい、こんにちは、ソルウィンです。いきましょい、ロマリバというわけでロマンシング世界リユニバースの実況をしていきたいと思います。今日はね、ちょっとしたお話とガチャパワーとの予定なんですけど、いや早いですね。あと何日あるんだっけ、ホルネスイベント。まだまだいっぱいあるよね。でもまだ多分これからなのかな。この全体制圧力が 100% になったら、多分ホルネスが出てくるんですよ、多分ここからね。うん。逆にここからが本番なのかもね。うん。833,424 コンボ、素晴らしいですね。で、最近ね、この集会をずっとやってるんですけど、この集会用パーティーが、この間まで34,000とかだったっけ、今38,000まで来ました。もうただ、本当に合間合間で周回させてるだけなんですけどね。うん。まあ、このパーティーが強いかどうかは分かんないですけど、でもヒットポイントもね、800いくつまで、820とかまでいってますよね、いつまでか。この間まで700何ぼだった気がするんですけど、すごいっすね。このまま、このイベント中に周回させておくだけで、バカみたいに強くなりそうですね。うん。しかも、このパーティーが強くなったおかげか、今までクリアできなかったんですよ。裏道場とか。裏道場の4個目とか。あとね、ロビンハイか。ロビンハイのね、5個目ぐらいがクリアできなかったんですよ。なんですけど、余裕でした。多分今だったら、ベリーハードもいけるかもしれないね。ベリーハードで止まってるとこも。いやー、育成、すごいっす。なんか結構なんだかんだで、私、白バラって、強いかなって思ってるんですけど、どうなんだろうな。まあ実際再生功を持ってるからありなのかもしれないんですけど、なんかね、あんまりそのこの間ね、私基本的に情報は、ね、手探りプレイヤーなんで情報入れないようにしてるけど、この間ね、公式生放送見てた時にみんなのコメントがいろいろあったんですけど、だからなんか白バラはもう使ってないぜみたいなコメントもあったんで、あ、そうなのかなみたいな。まあソフィアとかも普通に優秀だから、やっぱ死んだ時に全体回復する、まあ、初期は雪だるまくんとかだったけど、その後ソフィアがいたりとか、あとレオンとかかな。まあ私レオン結構評価してるんですけどね。あと私もともとロックブーケはずっと回復役にしてたんで、ロックブーケって水つけてないと回復量は低いんですよね。私だから生命の水とか頑張っても300、連携で400とかしか回復しないのをずっと見てきたんで、なんかレオン使った時に衝撃だったんですよね。レオンの月光でさ、5、600とか回復して、みたいな。で今白バラの月光じゃなかった再生光に至っては、700近く回復するんですよね。こんなに回復するのみたいな。回復って強い、さすが LP 払ってるだけのことはあるわって、今更1周年は迎えて今更感じてますからね。で見てくださいよ、この試合4、そう試合4を初クリアしたんですよ今日。おーいけたみたいな。だからちょっと動画撮りたいなと思って、あとちょっとガチャも回したかったからなんですけど、でロビンハイも今まで5がね、オートプレイじゃクリアできなかったんですけど、今ね、解決6まで。でも解決6はさすがに強かったですね。ちょっと私には早いかなと思ったんですけど、いや、だいぶね、多分手動なかったっけ。まあ、手動があるとこはね、まだもうちょっとやりようがあると思うんですけど、そんな感じです。いやー、まあ、1周年がやばすぎて、ほんとこの機会に始めた人でも一気に育成できますよね。だからこのゲーム特に最初のスタミナブーストが半端ないんで、まあ今となってはもう今、なんだろう、回復、もうスタミナ回復剤がバカみたいに無限に手に入るレベルなんで、使い切れないですからね、正直。なんで、まあ本当だからこのタイミングで始めるのが全然正解なのかもしれないですけどね。今からでもバリバリ追いつけますよ、多分。まあ、めっちゃ課金してる人には追いつけないかもしれないけど。まあ、それでも結構チャンスはありますよね。すげえお待ちです。だから私もちょっと今まで出遅れた分を結構ね、巻き返せるんじゃないかなとかちょっと思って、よく頑張ってます。で、これが2個あるんで、これ回しますね。まだ終わってないんだよな、多分プラチナ。あ、まだ全然だ。シチュエーションも揃ってないしね。プラチナが来たい。はい。ハーマン。キャット来たー。これは初めて見たような気もしなくもないよ。サガフロ2の人。あ、なぜか心が晴れ晴れてしまう。こんなの久しぶりにダードシア様ですか。あ、違う。お前か。久しぶりに来たわ。そういうことか。別のギスターブがいいね。シャールカン。そうか、あんな感じだったよ、ケンジさん。そうか、引いたのは相当、ってか、あんま引いたことなかったかもね。クローディアさんだね、レッド。ディアナ。ロビンからのウォードね。そっかそっかそっか。もうこのディスターは特にマックスだからね。まあ、ピースが無駄にならないかもしれないけどね。まあ、レベル50以上にカンストが解放されるというか、可能性はあるからね、上限がね。ああ、ディスターブね。あるか、キスタブ。いいね。ウォード、エメラルド、ロビン、アンリー、ウォードがよく出る。ユリアンかっこいいね。ノーラ。で、シャールカンね。
はいはいはい。まあ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 。まあ、ピースはいくらあっても困らないかな、きっとね。うん。さあ、最近ここで SSR あんま弾けてないんで、弾きたいかな。うん。リッチ。オライオン。リアーナ。フローリアさんだね、キラーが。うん。バリバリね。あらあら。ウワビクトール、アニーちゃん、セフィラス、ミネルバのアバイオンね。はいはいはい。やっぱあんま出ないな。こんなもんなんかな。あ、来た来た来た。この演出だったら SSR 弾きたいよね。たまに、たまに S 止まりの時あるけどね。ロビン来たー。ブルーでよろしいですか。あ、こっちのブルーか。うん。あ、いい。むしろこの間別のブルー50にしちゃったんですよね。前のブルー。うん。ちょうどいいかな。ディアナ・バルマンテ・エルピナ。ちょうどいいですね。まあ、多分こっちのブルーの方が強いらしいですね。うん。多分ライトボールとかが安定していてるからかな。なんかライトボールと太陽光が同居してると、多分太陽光出ちゃうんですよね。ブルー。アニー、うん。フーリー、うん。バーバラ、セフィラス、終わり。次。まだあるで。ボルカの、ソージ、あ、クローディアさんだね。うん。トームからのウンディね。まだまだ。ウエンス。逆に来たい。クーン、ヨハン、シーフのバルマンテ、そしてオライオン。うん。まだまだ。はい。メラルド、バーバラに、ツイーリン、そしてディアナからのアスラ。うん。よいしょ。まだまだスキルがいっぱい引けていいね。うん。これで結構レベル50メンバーも増えますからね。うん。ライザ来たー。トム。トムまだレベル4、レベル40じゃない、レベルになってないからね。うん。ボルカのバルマンテ、クローディアさんだね。まだ引けるラスト。よいしょ。あとね、アスラ、デレーズ、デレーズ、エンリケ、ノーラ。うん。リズちゃんの、新しいリズちゃんの覚醒をどこまでやったらいいかだよね。これ結構オートの仕様があるじゃないですか。だから結構1からくするのが正解かなと思ってるんですけど、1からくして10、仕様10にすれば SS 技ね。一番強いやつ。で、その下が確か9なんですよ。うん。だから、多分、同じ9にすると、どっち打つかわかんないから、かといって怖いんでね、あんまりやれんかなと思って。うん。で、また9万に戻ったんで、おかげさまで。まあ、最近結構いろいろあったんでね。うん。そう、リズちゃんのね。うん。ちょっとね、リズちゃんはね、ちょっと、まあ、1軽減でいいのかな。まあ、3まで軽減できるから8までいけるんだよね。うん、前は8までいけそうなんだけど、怖いかなって。で、ここまだ回してないんだよね。エネリアとトーマスか。クローディアさん持ってて、まあ、ちょっと欲しいっちゃ欲しいんだけど、ちょっと後回しかな。一旦ここコンプしたいかと思ってね。まだウンディーヌ先生とセルマちゃん。そしてカタリナあたりは欲しい。まあ、別にヘクターとホークがいらないわけじゃないけどね。うん。まあ、でも欲しいとかは結構弾けたんよね。シロバラ弾けたし、ロックベック弾けたし、アセルス弾けたし、まあ、ポルカも弾けたし。うん。まあ、いきますか。せっかくなので、景気よくいきましょうよ、景気よくね。4回引けるかの実質ね。ミューズさんか。ジェイムズ、テレー、ツンディアーナ、キャット、ビクトール、あまたアセルス、いいよ。いいよ、いいよ。おー、からの、あ、カタリナ来ましたね。引いたかいあったな。ありがとう。カタリナもね、結構、まあ、そんなに育成できないからね。お立ち穴持ってなかったからね。ありがてえ。しかも立ち穴って初じゃない初だね。多分今までいなかったもん。でもむしろこれしかないかな、立ち穴って。もしかして。アライネグリアフの立ち、ムーランルージュが使える。なるほど。アビリティは何をお持ちで、BP が回復してるやつ。確率中のやつね。連機攻撃。吸収攻撃がさ、あー、なるほど。で、テンションアップ方が結構強いですね。うん。ほんで、立ち穴がジタバタハンマー。おう。反対技か。スタンが確率中か。ああ、まあまあまあ。これ軽くすれば使い勝手いいかと思う。多分1しか下がらないんだよね、一番上って。まあ、4になるか。てか、骨、あ、違う、人間特攻、骨特攻。
腕力低下させるんですね、翻訳だけ。あ、で、ドラの足か。ドラの足は、まあ、ヒルとかも使ったっけ。あ、収益上昇を持ってるんだ。キャットが持ってたやつか。オーラの獲得量が上昇ね。で、命中時、腕力低下させるやつと、遊ぶ低下か。なるほどね。まあまあまあ。でも、新スタイルだね。新ではないんだけどさ。ありがたい。マジで。育成のしがいがある。てか、遠征の出しがいがある。めちゃめちゃ上がるからね。なんなら、この初期の子がどんだけバカみたいに、海底洞窟で上がるかって動画上げても面白いかもしれないね。まっさらの子。まだ1回目だっけ？いい引きしたね、1回目で。じゃあ、この残すとこ4人ですね。これコンプしたいんですよね。くーん、バーバラノーラ、くーん、キャーボルカーだぜ。あ、全然いい。まだ50じゃないからね。ヴァンパイアレディのミネールがこれかしか予期してない。ルージオ、ライオン、ホーク。まあ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 、SSR が毎回出る。いいことですよ。とてもいいことです。3回目。まあもう一回弾けるからね、無料でね。解読。エレーズに上がった。来たー！最終工程男か。まあまあいいでしょう。リッチに、テレーズに、カール、リアナ、シエロリッチ。お、ブッチャーか。ブッチャーってこっち初めてじゃないで、それ。初弾きしたかもしれない。これ、それ。これ弾いてなかったまであるよ。ですよね。A のブッチャーは戻ったけど、ともかく怒り落としが使える。何で来ていこうか。ブレードロールね。まあ、パッとしないな。しかも、確か A のやつもブレードロール使いたいような気がするんだよね。かぶんのあんまり嬉しくないよね。まあ、パッとしないな、ブッチャーな。まあ、いいでしょう。はい、ラスト無料分してまーす。はーい、ワンチャンある。ゲンさんのローラじゃない、ローラ。あ、来たー、ホーク、あざす。これ残り3人。このホーク、サガ TCG でめっちゃ遅くなった。強かった。ヴァンパイアレディ、テレーズ、ツイーリン、アンギからの演技って来たー。最終コンテクトこうよく弾けるね。まあ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 、弾かないは全然いいからね。プロベッチャーはもういい、全然いい。オーク。ホーク旋回撃ね。だから、炎月山が10年ですか。縦位置ですか。ホークブレード。これがこういう技か。挑発状態にするぜ、4ターン。ちょっと14重いけどね。テンションアップ3ね。で、急所攻撃3。あ、3か。視線集中、挑発するやつね。めっちゃ挑発する人。オッケー。じゃあ残りが、ウンディーニ先生とセルマちゃんか。いや、ここは引きたいね。あ、ごめん、ヘクターもいたわ。はい。ヘクターな。はい。でもこれはコンプしたいね。しかも結構溜まったよ。またこれさ、確認したかった。無料分が増えるか。1万、じゃあ、2万になってると無料分含まないんだね。2万1000になってたら、無料分も含んでいる。おぉ、2万1000になってる。これ無料分も含むんだ。ってことだよね。確かこの間1万7000だったはずなんですよ。これはなかなかだよね。そうだね。多分、毎回、でも毎回4回ずつ引いてるとなんか計算合わないかな。ちょっとわかんなくなってきたけど。でも多分ね、入ってるはず、無料分も今の感じで見ると。これがでかいですね。はい。ということで。あとじゃあ、今度、タチアナの遠征育成作ろうかな。せっかくだから。ちょっとタチアナだけ育成しないようにしとこう。明日撮ろうかな。多分すっげえ上がるよ。なんか、めちゃめちゃビビるぐらい上がるからね。40、なんかヒットポイントが4、50とかバーンって上がっていくんですよ。すごい、すごい成長が見れるんで、私が忘れてなければ上げます。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。